チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、まりな、活動を続けるため、メンバーシップ機能開放のお知らせ、についてです。皆様、伊藤まりなです。今回お届けするお話は、私のチャンネルで、メンバーシップ機能というものを、開始しますというお知らせです。このメンバーシップ機能というものは通常、月額料金制でメンバーになってくれた人に対して、特典動画や様々な裏話や、メンバー限定のライブ放送などを行うといったことを中心にして、より密接に、ファンの人とチャンネル管理者との間を、縮めようという制度です。ですがまりなは、このチャンネルメンバー機能というものを、少し違う使い方をします。それは皆さんからのお力添えをしてほしいということに、集中します。ですからメンバー機能というものを利用して、様々、料金はあるわけですが、それによって、何かメンバーじゃない人と、メンバーである人の差を、つけるというわけではありません。まりなは、動画を作ってそれをメンバーの人にも、メンバーじゃない人にも、全員に見てもらおうと思っています。メンバーになった人には、純粋に私を応援するためだけに、お金を出すという気持ちになってもらえると嬉しいです。さてそのように、メンバーになった人に対する見返りというものがない。いわば支援金のような形で、メンバーシップ機能を始める理由とは、一体何なのかについてお話をします。その最大の理由は、規制が強化されてきて、まりなの活動に対する締め付けというものも、だんだんと厳しくなっているのを、日々感じているからです。これは、YouTube 上の、ラブリー日本のチャンネルの管理画面です。この管理画面の収益化というところのマークが、制限付きになっています。この制限付きというのが、あなたの動画は不適切ですよという合図です。今回、問題なのは投稿直後にこうしたマークがつくわけではなく、投稿した後1日2日は何の問題もなかったのに、それが一斉に表示が不適切に切り替わっているというところです。これは、YouTube の AI が審査をした段階では問題なかったのに、それが一気に表示が変わるということから、通報がそれぞれに非常に多く来ているんだなということをまりなは感じました。YouTube の AI というものは動画の中で、喋っている内容を、まず機械音声から文字化します。その文字を検索することによって、何か問題のある発言が、ないかというのを調査します。また動画の中で表示されるものについても、映像から文字を変換するという OCR というものがあります。この機能を使うことによって、動画の中にある表現、文字情報というものについても、表示されている内容にも、問題がないかという、この喋っている内容と、動画の中の文字情報すべてについて、検索をかけてそこに問題がないかというのを調べています。その検査をした上で、表示がついていたにもかかわらず、しかもそれが1日2日と続いたのに、その後に急に、こうした安定が翻るというのは、通報以外の原因というものは、非常に考えにくいとまりなは思います。こうして判定が不適切ですよと、確定したものについては、基本的に広告がつかないわけですから、広告収入というものは、基本的にはほぼゼロになります。YouTube、プレミアムに入っている人が見ることによって、入るお金というのも、確かにあるのですが、それはあくまでも非常に微々たるものです。まりなの動画は、決して誰かを貶めようとしていたり、暴力的な気持ちを、増長させるようなものではありません。世界で報道されている事実というものが存在し、国内のマスメディアがその内容を伝えない報道の自由なのか、何かはわかりませんが、そのような報道されない話を探して、日本ひいきの目線で、皆さんにお話をするというのが基本の形です。この活動を始めたのは2019年2月からです。この1年、週4から5日、動画を公開してきました。これが実績です。1話制作、時間約4時間から6時間かかります。それ以来、継続して皆さんに動画をお届けして、それによって多くの人たちに支持されて、チャンネル登録者数は増えました。
そうしたチャンネル登録者数の増加とともに、残念ながら同じように、理由が不明な、もしくは思い当たる理由というものが、理不尽だなと思えるような形で、あなたの動画不適切ですよという動画が、増えています。そうした不適切指定が、増えている最大の理由としては、マリナが一体どのような話題を、取り上げているのかというのが、一番大きく影響していると思います。ある人々にとっては、マリナの取り上げるお話というものが、真実を広めてほしくない、知らせてほしくない不都合な事実に、抵触しているようなものが多く含まれていると、マリナは思っています。そうした影響もあってか、インターネット上には、こうした政治チャンネルについて、このチャンネルは閉鎖に追い込もうという、リストが出回っていたりもするのですが、そのリストの中にマリナのチャンネルの名前も上がっています。私自身はソーシャリストの存在は、長い間知らなかったのですが、動画を見てくれる人のコメントで、こういったリストがありますよ。あなたのチャンネルも載ってるので、気をつけてくださいよと、お知らせをくれる方が、何人かおられました。そういったリストの存在からわかるのは、マリナのチャンネルの登録者数が増えて、動画への再生数が増える、つまり影響力が増えることによって、より注意深くマリナのチャンネルが、見られているのだということが、だんだん加速しているのではないかという予測です。そしてこの予測は、それほど大きく外れているとは思いません。動画に対する、不適切処分というものが、増えるその背景には通報が、増えているということはきっと関係しているでしょうし、そうした通報に対して、YouTube の運営が、この問題に対しては少し蓋をしてしまおうという、気持ちがあるのではないかと、マリナは疑っています。これらについては、確かに証拠というものを出せと言われれば、なかなか難しいものがありますが、そのような予測をすることは、おそらく動画を見ている人々にとっても、それほど難しくない予想ではないかと、マリナは思います。このような状況というものは、基本的に一切改善することはないでしょう。マリナはそのように考えています。マリナが活動を続けて、それによってチャンネルの影響力というものが増せば、ますますそのような私の活動を邪魔したい人たちというのも、同じように増えていくでしょう。マリナ負けたくありません。そうした厳しい状況にあっても、安定して活動を継続していく、そして発展させていく、そのために皆さんの助力を求めます。活動が困難になってます。このままでは、活動がさらに困難になり、発言する内容も制限されると予想されます。これまで、視聴者様から育てられた縁、これを失うことをしたくありません。そうならないためにも、ぜひとも、皆さんの力添えをしてくれると嬉しいです。これまでの動画の広告を見る、といったものよりもはるかに進んで、皆さんの財布からぜひともお金を出してくださいという話なので、決してたやすい話ではないというのはわかっています。ですが、一人でも多くの人が、私の背中を押されて支えてくれる人、になってくれることを私は期待しています。ぜひとも検討をよろしくお願いします。なおこのメンバー支援額というものは、かなり大きく上下の差があります。しかし、これによって、何か差があるわけではありません。マリナは最初にも言いましたが、メンバーになる人と、メンバーにならない人の差をつけるつもりがありませんと言いましたが、それと同じように、メンバーになった人に対しても、同じように金額の差によって何かが、変わるという差をつける気はありません。あくまでもこの金額の差というのは、皆さんのお財布事情に合わせてください。メンバーになった人、メンバーにならなかった人が、全く同じように動画を見られるのと同じように、金額の大小によってもその差というものは存在しません。ですから、金額の大小に関わらず、メンバーになった人は皆同じ、私を支援する仲間、マリナーズファンだという風に思ってもらえると嬉しいです。そこで、メンバー機能についての説明を少しだけしておきましょう。こちらがパソコンで見た場合のマリナのチャンネルです。このチャンネルのホームページでは、まずメンバーになるというのが一番上にありますので、こちらをクリックしてください。クリックして進んでもらうと、最初にマリナの案内の説明というものが入っているのですが、今回はこの動画を停止した状態で話を進めます。この場面においては、どの額で支援を行いますかという選択肢が登場します。
金額としては190円からスタートして、このシステムの限界のお金というものも、一応設定しています。メンバー用バッジというものも表示されていますが、これは改めてもう一度言いますが、金額の大小ではありません。メンバーとして、継続期間が長ければ、長いほど、左から始まって、右へと進んでいきます。ですので一番最初は左のマークから始まり、だんだんと右側に移行していきます。これはあくまでも金額ではなく、メンバーの継続期間によって変わっていきます。その点をご注意ください。それではどの額にしようかというのが決まったら、メンバーになるというボタンを押してもらえれば、その先のお支払いに進んでいきます。例えば今回は490円という支援額で、購入に画面に進みました。私の場合だと、すでに、Google の中において、どんな支払い方法をしますかっていうのが、あらかじめ設定されていたために、クレジットカードのセキュリティコードを、引いてくるという画面に移行しています。このように事前に何かでお支払いをするというのが、設定されていた場合は、その支払い方法が最初に出てくるはずです。例えば、Google においては、電子出版の本であるとか、漫画であるとか、音楽であるとか、映画であるとか、もしくは有料のアプリ、例えばゲームなどについての支払いなど、そういったものに関しての支払い情報というものが、事前にあった場合は、そちらの方がまず最初に出てくるはずです。もしもそういった支払い方法というものを、設定していない場合は、クレジットカードや、デビットカードといったものの設定方法が、出てくるはずです。こちらが、Android のスマートフォンで見た場合の私のチャンネルです。この画面チャンネル、ラブリー日本という後に、チャンネルの登録者数、その下にメンバーになるというのがあります。このメンバーになるというのを、クリックして進んでもらえると、支援額を一体いくらにしてメンバーになるかというのを、自分で選ぶことができます。そして、iPhone 向けについてもお知らせをしておきます。iPhone の場合であれば、そのままページを表示しただけではメンバーになるという表示が出てきません。そこで私としては、一番簡単な方法をお伝えします。動画の説明欄の中に、メンバー登録をするためのページに直接飛べるアドレスというものを、掲載しておきますので、そちらをクリックするという方法をお試しください。メンバー支援額についても、これは途中で変えることができます。一番最初にこの金額にしたからといって、後から変えるということは可能です。なので、最初ちょっと多すぎたなと思った人は、後から変えることもできますし、最初少なかったなと思う人が、後から増やすこともこれもまた自由です。また当然ですが、ああやっぱりちょっとな、今は応援する気にならないなと思ったら、途中でやめることも当然皆さんの自由です。そして最後に決済方法の話もしておきましょう。支払い方法は、クレジットカードと、ペイパルというのが一つ出てくるのですが、クレジットカードを持っていないよ。ペイパルって一体何なのという人の場合は、デビットカードという手もあります。このデビットカードというのはクレジットカードと違って、銀行口座にお金さえあれば、その支払いがインターネット上でできるというものなので、クレジットカードも持ってないし、ペイパルもよくわからない場合であれば、デビットカードというものを調べて、ぜひともご利用ください。このデビットカードとして有名なところとしては、インターネット銀行であるジャパンネットバンクや楽天銀行、スミシン、SBI など様々あります。先ほども述べたように、口座にお金があれば、その口座の範囲内で使えるというので、クレジットカードが持てない人にとっても、非常にインターネット上で決済がしやすいカードです。クレジットカードがない場合は、デビットカードの利用なども考えてください。一部のスマートフォンにおいては、電話料金と一緒に支払いを済ませるという方法もあるようです。これは契約している会社や、機種によって選択肢として出る場合、出ない場合ありますので、出た場合はそうしたものを利用するという手もあります。少し複雑な話になりましたが、ぜひともこの機会にメンバーの一員、マリナーズファンに加わって、私の活動を支援してもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また。
お会いできるのを楽しみにしています。チャンネル登録お願いします。